はい、皆さんこんにちは、ワナルグルビッシュです。では今回はパワプロ2018 A 館9の続きをプレイしていきましょう。前回夏の予選大会1時間激闘スペシャルということで、お届けしたところですね、なんとかかんとかついに夏の甲子園大会としては初出場ですね、果たすことができました。で今回はその続きになります。しっかりとね甲子園に足跡を残していきましょうというふうに思っています。そしたらちょっと選手たちの弾道を一様に上げていきますか。2の人たちはすでに弾道3の選手はねもうそのままでいいかなと思いますんで、夏の甲子園大会が始まるな。お、おむすび2個ね。そしたらここはもう休みを入れていきたいので、このまま真ん中でいきましょう。じゃあ最後はミートバッティングで体調を整えて甲子園1回戦いきましょう。まだ甲子園で勝ったことはないですからね、甲子園にまずは勝ちましょう。あ、1回戦は苦渋よく突破できたパターンだったら、ここは アイドルマスに止まっていきましょう。でちょっとおにぎりも食べちゃおうかな。で体力を回復しちゃいましょう。でまあちょっともったいないけど徳田を使う？いやミートバッティングでいいな。でこの後徳田を使おう、試合に勝った後に。今日の張り切りボーイ誰にするかだな。まあ石塚かな、8番だけど。松永の調子がいまいちか。ピッチャーが打たれまくるとね、いくらバッター陣が強くても逆転が難しくなってくるんじゃないかなと思われる甲子園の相手なんでね。まずは先制点取りたいけど取られてるね、2点ビハインド。まずは相手ピッチャーを確認しておきましょう。一柳めちゃくちゃ強いね。フォーク6、サークルチェンジが4、シュートが6、球速159キロ、コントロール77。これは打てないぞ。ちょっと群を抜いて強いな一柳は。でせっかくなんで打者陣も見ておく。うわ強いな。みんな強い。これは1点2点と返していかないとダメだな。点差が開くと勝ち目がない。
これはボテボテの当たりですね。ただ石塚も一発はね打とうと思えば打てる打力はあるんで、どう？これ入ってくれ入ってくれ、切れてくか、まあしょうがないですね。堀口、引っ張ろう、これは抜けていかないかな、ただそれてる、よし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 、ツーアウト満塁で八木、これはダメだね、もう一伸びないか、さあ抑えるところは抑えていきましょう。で4番沢田、ホームランが怖いけど、行ってるそばから持ってかれたな、持ってかれたわ、当たりもでかかったもんな。どう？これは、これはボンダだね。これは抜けてかない、うまいな、全体的にうまいわ今の守備も。一柳をマウンドから引きずり下ろさないとちょっと厳しいな。これは切れなければいいけど、よし、で松永くんね、これはゲッツーになるぞ、しかも1本はホームランか、さっき打たれたもんねホームラン、これはボテボテの当たりだちょっと言えませんでしたけどボテボテの当たりですね。さあ逆転に向けてしっかりとつないでいきましょう。これはライナーか、もうちょっと角度がついてくればっていうところでしたよね。これは抜けていかないか、球威があるんでしょうねきっと。山崎の当たりもボテボテだ、おお、ただラッキーボーイの本領発揮だね。で一番信頼できる湯浅、これはただ松尾くん足速い、守備うまいな、抜けててもいいと思うんですけどね今の当たりなんかも。さあ森下くん、まずは出よう、出て一柳を引きずり下ろそう、マウンドから入るか、入るね。一柳をマウンドから引きずり下ろさない限りちょっとね勝ち目がないんですよね。
ストレート。抜けていく。よし。ただね、松尾くんがね、守備すごい上手いんだよね。で、松永のところは代打を出します。今村かな。抜けていく。よし。で、堀口くん。一柳もね、疲れてきてはいるはずなんですよね。ここはヒットでいい。つないでくれ、八木。だー、ダメかー。最後は、まあ、意地は見せられたかなっていうところですが、ちょっとやっぱりチーム力の差がありすぎましたね。もうちょっと自分たちのチーム力を上げていかないと甲子園で勝つのは難しい。それがよく分かりました。まあここはヤギかな。まあ、育成方針は引き続き打撃力重視していきます。じゃあまずは腕立てして、来週の木曜日にいるアイドルのところで徳田を使いたい。ちょっと待って、2ある？そもそも2がない。マジか、やらかしたな。スケジュール見直すしかない。徳田はあるね。よしとしましょう。こんなところで計算しないで適当にやったがために使っちゃうのはもったいないですが、練習効率上げたところでの徳田。さすがだね。めちゃくちゃ上がりますね。そしたら守備連携の4を踏んでアイドルに止まりましょう。新しいピッチャーだよね、大見で。コントロールは PR か。ただ変化球がちょっと厳しいな。新しい変化球を覚えさせよう。フォーク。篠崎はミートアップでいいよね。桃井はパワーアップ。今村は
ミートだな。総力がちょっとないけど、今から総力鍛えるぐらいだったら今村はもう打撃変調型でいきましょう。八木くんはパワーを上げて三拍子揃った選手に育てていきます。赤津ももうちょっと今更感あるんでミートでいきましょう。若松は総力を上げて、三拍子揃った選手へと。藤巻はまだまだミートかな。山崎はパワーを A まで上げていきましょう。テンションアップの方か。テンションアップじゃないんだよな。まあしょうがないね。さあ起用設定のですが、赤津を使いたいよね。赤津は遊撃手だったら桃井を三塁今米谷でしょ。米谷、いやー微妙だな。桃井も使えるからな。ちょっと微妙な感じになっちゃってますけど、しょうがないね。うわ、公式戦が入っちゃったから特訓マスが消えちゃったよ。何も起きない。まあそれそうか。まあ秋の地区大会予選1回戦か。もうここで負けるといきなり強豪校から中堅にガガッと落とされる可能性が高いんで、せめて地区大会は突破したいですね。ただね、鍛えに鍛え上げてた選手たちが抜けてるからな。まずは点を取りましょう。どうだ、入るか。いやー、もう一伸びないか。当たりというかエフェクト的には完全に入った当たりでしたけどね。何やってるんだ。これが新チームか。なあ、デッドボールで点上げちゃうか。1番に戻すっていうのはなしにしてほしいな。よし、まあ最少失点1点ですね。取り返しに行きましょう。
一塁ランナー三塁までいけない。これは切れていきます。これはボテボテの当たりだ。ゲッツーになるぞ。まあゲッツーだな。まあ山崎はしょうがないね。併殺持ちな上に足も遅いんで。抜けていく。ちょっとバテちゃってるね菅沼くんが。よし最後は全力ストレート。とはいえ点が取れないとどうしようもないからな。よしこれで逆転への地盤はできてる。どう？入ってくれ入ってくれ。あーフェンス直撃か。もう一伸び、まあ、強振にしてれば入ったかなっていうあたりですよね。3番ヤギここは積極策でいこう。打っていく。落ちる。落ちろ。落ちないか。落ちないね。で、山崎。まあ、ここはゲッツーはないんだよね。デッドボール。今村。今村くんか。引っ張ろう。なあ、うまいな。ジャンプ1番か。で若松、いやー1回戦敗退はやだな。抜けていってくれ。いやー負けたか。まあ、試合自体は悪くなかったとは思うんですけどね。デッドボールで上げた1点が中堅校にあっさり下がっちゃいました。まあ、中堅校としてじゃあこの後ね再び強豪校へ返り咲くためにしっかり練習をやっていきましょう。やっぱりアイドルからの大きい練習っていうのが基本的な原則になるんで。お、土曜日に早速アイドルがいるね。あのアイドルで大きい練習を取りに行きましょう。そうだそうだ、せっかくなんでアイテムも使っていきましょう。
プルヒを山崎につけよう。もうすでに覚えてる。すでにプルヒか。守備職人をじゃあ、ヤギちゃん。じゃあ、遊撃の赤津くん。よし、かなり上がったね。かなり上がってからの素振りだ。本当はここで得だとか来てほしかったけど、まあ贅沢は言えないですからね。ダメだったか。しょうがないね。日曜日にまたいるね、アイドルが。まあ強豪校として臨んだ秋の地区大会は散々だったんで、テンションアップか。いやー、ここは練習効率アップが欲しいんだけどね。まあでもドラフトはね、結構期待できるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、甲子園は1回戦で敗退はしちゃいましたけど、さあドラフトだ。まあ1位2位とかの上位指名はないと思うんですが、3位ぐらいはあるよね。松永、根岸、湯浅、堀口、4人か。もうちょっといってもいいかなと思いましたけど。そしたら
マネージャーに泊まって、いやアイドルに泊まって水曜日の特訓マス狙っていくって考えると、一番確実なのは、まあ、練習指示は一回潰しちゃおう、どうせすぐ来るんで。ティーバッティングを入れて、いや食事会、進路相談、ダメ元でちょっと一回行こう。この OB プロね、微妙なんですよね、本当に練習効率下げてくることが多々あるんで。よし、練習効率上げた、練習効率上げてからのアロマテラピー。うん、いやでも上がり方はやっぱえぐいですね。さ、誰にするかだけど、まあ菅沼、今村だな。お、アベレージヒッターになったの。厳しいと言われていたものの、ではちょっとね、そろそろいい時間になってきましたので、11月いっぱいまでプレイをして、じゃあ終わりにしていきましょう。おー、チャンス A になったか。それでもヤギ、練習試合の申し込みもしちゃおう。名門君津西高校と試合だ。あれ、もうすぐ練習試合？ちょっと11月いっぱいまではやっちゃいましょうか。ちょっとまた長くなっちゃって連日申し訳ないんですが、疲れを取って名門君津高校と戦いましょう。メンテナンスキットを着てたよね。じゃあ最後はティーバッティングでコンディションを整えて、まあ実際にはねそういうわけではないんですが、練習試合に臨みましょう。
まあ、名門高校の力をちょっと見ておきましょう、一度。中堅高校。まあ、多分中堅強豪名門だと思うんですよね、順番で言うと。2つの差がある、両チームの間には。まずは投手レーダーですね。いや、でもめちゃくちゃ強いっていうわけではないよな。やっぱさっきの甲子園大会にいた連中の方が強かったですね。名門っていう割にはそこまでチーム力の差を感じないけど、十分になんか勝機はありそうな。そんな感じはしますね。しかもこの名門高校相手に勝利することができたら一気に株が上がるからな。これはちょっと詰まらされちゃいましたね、セカンドゴロです。3番八木、4番山崎へと続く。点が取れる打順だけど、ここは進塁打かな。で、山崎ですね。おお、山崎がホームラン打ってくれたんだな。これはちょっと打ち上げたな。ただ山崎のスリーランが飛び出したおかげで、今のところリードを守っているって感じですね。これは抜けていくか。帰ってくる？帰ってきちゃうね。まあいいでしょう、1点だったら。抜けていく、抜けていかないか。うまいね。あれ、うちの守備陣、後ろに反らしてると思うな。市村くんね、三塁の。さあ、守備だ。菅沼にスイッチして、ツーアウトながらランナーが二塁か。ここはもう点を上げたくない場面になりますんで、低めで勝負しようって言ってるところで、これか。帰ってはこれないだろう。帰ってくるか。さすが名門校だな。足もそれなりに速いですね、しっかり。さあ、山崎の。ホームランがなくなっちゃいましたね。ここは送りバントで確実に得点圏にランナーを進めましょう。で、チャンスへの八木。そして山崎か。今日すでにスリーラン1本打ってるからな。もう1本っていう欲張りを思いたいけど、ここはゲッツーになるぞ。そして逆転されてるね。ここは自力の差が出ちゃってるな。打ち上げたか。さあ、9回の表、守備ですね。ここは0点でしのいで、しっかり裏の攻撃につなげましょう。ここでね、点取られちゃうと勝機がなくなってしまうんで。抜けていくか。しかもこれ、微妙なところにいたな。弾速が速かった分、ライトが間を抜かれちゃいましたね。3点差か。ま、ここは諦めないでいきましょう。
まずはワンアウトから取らないと話にならないで、菅沼がバテてるな。ちょっとここは、いや岡野にスイッチしてる。スタミナを上げてあげて、もうちょっと頑張ってもらおう。うまいね。おっと危ない。これは取れない、取れないか。まあ守備はねあまり鍛えてないんで、守備に関しては攻められないですね。まあエラーは別にしてね。いやー、最終回に自力の差が出ちゃってるな。まあ、名門校相手に山崎のホームランで一時的にとはいえリードを奪っていたんですけどね。ただまだ4点だったら諦めるのは早いので、9回裏まずはランナーを出していきましょう。まあ、強心臓使う意味ないけど。うわー、ボテボテだ。ちょっとどうにもならなかったかな。岡野のところは代打を送ろう。お、小堀君で合ってるかな。バテては来てるね。で、大沢に変わった。しかも大沢はバテバテだな。これは転がせば何かがある。うわ、当てられないとどうしようもないね。大沢、絶不調の大沢相手にちょっと手足が出ませんでしたね。残念。まあ、名門校相手にそれなりに戦えたというところで、まあ、中堅からそこそこには落ちないでしょう、この結果だったら。はい、じゃあ11月終わるところまでしっかりプレー続きやっていきます。山崎がそろそろパワーか A になるんじゃないかな。この辺りはどこだ。おお、山崎パワー A になってるね。そしたらミートを上げていこう。はい、というわけで、ちょっと秋の大会はね残念ながら勝ち進むことができなかったんですが、まあ名門校相手に、まあ、それなりに戦えるというところは見れたかなと思いますんで、夏の甲子園大会連続出場ができるようにね、夏の予選に向けてしっかりとチームを作っていきたいと思います。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。